年もやってきました、ホッキの剥き方でございます。オッケーオッケー、今年はですね、過去最高の5人だと、みんなシーンとしてもすぐくらい、はい、今日はまずね、はい、高橋由志くん、はい、網町の若手の期待の仕事、仕事苫小牧だからね、近々苫小牧に引っ越す予定です。伊藤の文字の近くに、そして毎日来る予定です。期待の高校生、坂口裕太君、はい、よろしくお願いします。頑張れ日本一、ね、学生の本分は勉強です、はい、はい、お母さん安心してください、はい、裕太君赤点取ったら伊藤にも定義したんですよ。汚いかなと思ったんで、綺麗どころ一人、綺麗どころ一人、あの、ホッキの剥き方は自信があるんです。ないね、うまっ、あ、仮面脱いでください。変わりませんから。さすが、笠井さん、はい、知ってます皆さん。もうたこ焼き焼かしたら北海道で一番。めちゃくちゃうまいですからね。私も食べたことないんで、今度俺が。いや、はい、そして最後、大鳥来ました。もう記憶に新しいジャグ準優勝、渡辺哲也さん、はい、なんと今日はですね、このホッキの剥き方のビデオ撮影のためだけに帯広から来ていただきました。ご苦労様です。頑張り、はい、今回はこの5人で剥き方行っていただきます、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今非常にホッキがですね、高騰してます。非常に高い。それで皆さんあまりうまくないと思うんで、まずはホッキの違いを用意しました、はい、違いをね、これでちょっとトレーニングしていただこうかなと思ってね、はい、うん、いいですか。いいですよ。はい、じゃあ先ほどビデオで勉強した通りちょっとやってみてください。メインのホッキー行きましょうか、はい、はい、今日はチャンスは2回、はい、2回でちゃんとしっかり剥き方を皆さん覚えてくださいね、はい、じゃあまず手に1個取って、はい、はい、まず行きましょう。これも、はい、皆さん不安なんでベテランの先生が1人、はい、見といてもいいの、この森の山んば、はい、そのまま全部入ってた、ゆっくりしてたら間からそのまま下に下ろしてくる、うん、あの皆さんね、ホッキ入れるのはいいですけどね、景品のホッキ、この剥き方わかんないと食べられませんから。渡辺哲也さん、どうでしょう、どんな感じですか。こんな感じですね。こんな感じ、うん、全然ダメですね。お、さすが、あれ、開いたぞ。日頃からね、やっぱりね、たこ焼きという食品を扱ってるからね。はい、中宮さん、どうですか。なんかできるっていう噂だったんだけど、ん、何やってんすか。全然進まないんだけど、おい、ゆうた何やってんの。え、何やってんの。いや、ん、何やってんの。貝柱が、うん、ほら、ゆうし君、汚いね、中ね、それ汚いですわ。抜けたというのが何だか分かりませんけど、うん、皆さん、飽きましたか。あ、飽きましたね。中野さん、どうしました。どうしました。進まないですけど、うん、次、その、これちょっと、ちょっと、もう頑張らして。頑張らして、うん、今度、その貝から剥がし方、はい、切れました。そのまま、うん、あら、まだ開いてないですか。まだまだ、あ、2個目、2個目ですか。2個目、あ、取れましたね、はい、うまくいきましたね、はい、はい、こちらもうまくいきました。2個目、お、高校生もできました。そして、うん、はい、もうゆうじくんできましたね、うん、そして中川皆さんはようやく来た、あれまだ開いてない、あら、開いてない、それは力じゃない、力で開けない、うん、力で開けない、はい、開きました。開いたけど何これ、わかりました、はい、どこに貝柱がついててどこを剥がすかっていうこと、大丈夫、うん、なんとか、うん、大丈夫、なんとなく、今日取ったそれは自分で持って帰ってもらいますからね、なんこれ、めっちゃついて、ち
ゃんと教えたの？覚えるこれ。皆さんもうちょっと待ってくださいね。今長谷川さん頑張ってますから。はいはい、おめでとうございます。じゃあ2個目行きましょう。はい、はい、もう次はね迷うことないでしょ。もうナイフの入れ方からね、ほら見てください。さすがジャンプ準優勝。もう早いもん。もう少し、うん、あ、順調ですよ。順調かい。まだ1つ目これ2つ目。あ、2つ目ね。結構難しいなこれ。ああ、まだやってんの？いやいや、もう、はい。どれ取れてる？ほら取れてない。取れてないんですよ。ちょっとそれが、はい、滑らすようにね。そう。はい、取れました。取れてます。あ、綺麗に取れてますね。はい、どうでしょう。はい、綺麗に取れました。皆さんこのまんまかぶりつくわけにいかないですから、はい、今度取り方をね、森の山間さんから聞いてください。え？紐を取る、紐を見てる、うん、これを取る、これね、うん、はい、下まで取ると食べるとこなくなるから。ギャラリーもしっかりと見守っております。綺麗に、これも食べれる、食べられる、うん、いやストローにもなる。ストロー本当にストローになるの。この紐も食べれるんで、うん、紐も食べれるんですかね。あ、ベロベロじゃなくて、カッとするあれして、あとはこの黒いところが、うん、よく貝も見てくださいよ。たまに真珠が入ってる時ありますからね。真珠、ああ真珠ですね。取るときに包丁でキュンってやると中切れる。分かったか。まずまずです。まずまず、なんだそのまずまずって。うーん、覚えたような覚えてないような。覚えたでしょ。綺麗に自分でやんないから。食べる専門、食べる専門。大丈夫です。はい、はい、バッチリです。バッチリ、はい、覚えた。なんとなくね。なんとなく、大丈夫かな。うん、ちょっと心配ですね。ちょっと心配。補修授業が来てるんですよね。ここで、そのまま下にキュッて思いっきり、下に下に補習授業終わりました。はい、はい、じゃあ皆さん、はい、よろしいですね、はい、じゃあそれでは今日はどうもありがとうございました。また か テキストね、はい、テキスト